とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、マイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、いい場所、出てますね、ここ。ゲイル聖域の、デイリーミッション。で、しかも、報酬は、アーティファクト。いいね。変更点も、まあ、そこまで難しくなさそうなので、行ってみましょう。これあれだね。炎の矢筒が、かなり使えるわ。炎の矢筒こんな強かったっけ？かなりね、ダメージも削れるし、ノックバックじゃないけども、敵をちょっとね、足止めする形になるので、これめちゃくちゃいいね。うん。間違えた。なんか評価が若干、良くなるぞ、俺の中で。炎の矢筒いいわ。あー、でもまあ、普通には装備はしないけどね、多分。普通にはしないんだけども、この変更点の中としては、すごく、いいね。めちゃくちゃ使いやすい。雷ではこうはならないのかな？炎だから、こうあるんだろうけど。わわわ、落ちちゃった。いや、これ素晴らしい。全然クリアできそう。キャプテンいないね。まだ一体も発見できてない。この先いるっけ？いるよね。さすがにゼロってことはないだろうから、さすがにいるでしょ。あっしゃ。多分ね、ちょっと、横道に入ったところとか、そういうところにいそうなんだけどな。あ、これはちょっと正規の道だ。反対側かな、こっち側にいたりするとかじゃない、おそらく。こっちの方だと思うんだけども、いや、いないわ。やば、危ねえ。この先も多分いないもんね。宝箱あるだけで。敵はいなかった気がするんだよな。怖いし。こういう狭いところでさ、エンチャの奴らが出てくるとちょっとまずい。まだ？まだか。あー、もう。よし。え？いや、いないよね。いや、いないわ。で、こういうところか。あ、うわー、もう戻っちゃった。危ない危ない。よしよしよし。こっちか。こうね。よっしゃ。うわ、めんどくさ、ここ。うわ。おー。オッケーオッケー。でもまあ、まだね、一回もやられてないんで。でも、いないんだよな。まだ、あ、違う、クリアじゃない。まだ結構ここ先長いよ。先は長い。ここで強制戦闘は、うわー、ちょっと待て、もう。オッケー、危ねえ。ギリギリ。やめてくれ。嘘、まだ？まだかい。ポーションが尽きてる時にこういうのが来るとちょっとまずい。終わりでしょ？いや、クリーパー。よし。いいね。炎の矢筒が、いい感じに効いてると思うよ。まだか。じゃあ、オッケー。逃げ打ちがいい感じ。え？ボス、え、ボスじゃない？え、嘘。一体もいなかった。一体もいなかったよ。マジか。どうしよう。まあまあ仕方ないね。とりあえずここは、いつも通りの感じでいきますか。スポンジストライカーの、これでね。マジでか。あれ、押したよ。
あれ？え、動かない？押したんだけど。いや、ダメだ。チェックポイントに戻っても、ここに戻ってくるだけだから、いや、どうしようもない。せっかくここまで来て、まさかの事態？マジか、これやり直すしかないの？うわ、最悪だ。やっぱりか。いない。キャプテン一体もいないわ。で、またさっきみたいにさ、止まったら嫌だよな。止まったらって動かなかったら。動け！あ、動いた、よかった。今度は動いた。まあ、動いたのはまあいいんだけど、動いたのはまあいいとしよう。でもね、キャプテンいないんだ。で、装備を変えよっか。装備をスポンジストライカーして、ワンパンで行くようにしましょう。縦の上からじゃ無理だもんね、まだね。いけた縦の上からいけるじゃん。扉がパッて開いた時にダメージ入れば、まあいけるみたいやね。まあまあいいか。今回の報酬は、アーティファクトなので、そこで、出てきてくれればいいや。まあその付属品の、まあどっちが付属品かわかんないけどね。260装備が手に入らなかったのは残念だけども、まあ、ここでね、カバンが出てきてくれれば、いいや！頼むよ！さあ、それでは、報酬。頼むよ！頼むよ！最悪！はい、ということで、今日は、ハーベスターだったね。255か。カバンの255だったらもう最高に嬉しかったんだけど。ハーベスターか。今俺が持ってるハーベスターは253。まあまあ、ダメージは増えるわな。ダメージ、でも、30番ぐらいかダメージ増えて。はい。まあまあ、売らずに、古代狩りのお供え物にしよう。はい。ということで、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。